よっしゃー、大阪茨城のお酒はいかがですか。めったに大阪では飲めないですよ。大阪の手だけでも。はい、よっしゃー。中尾博史さん、明治2年から続く酒蔵をたった一人で守っている男性です。最後、僕の命尽きるまではなんとか、まあやってれば先に回路は開けてくると思うので、止まらず前に進むことが一番大事。たった一人で伝統を守る茨城最後の酒蔵です。大阪茨城市、400年以上の酒造りの歴史があり、かつては全国的にも酒の名産地として知られていました。瓶詰めして、これが皆さんの手元に届けられる状態ですから、いや、一番ホッとするとこですよね。しかし今、茨城市の日本酒を作っているのは中尾さんたった一人。時代とともにいろんな価値観とか見方が変わってくるのは仕方がないんですけど、でも、まあ、茨城には茨城の酒がある。だってそれを残していただけるように努力していくのが我々の務め。中尾酒造は明治2年創業。父の代から受け継いだ中尾さんは5代目になります。今から27年前、中尾さんはテレビ大阪の取材を受けていました。茨城市に古くから伝わる酒米を復活させ、酒造りに挑んでいました。地元の米で、地元でできた、地元の人が作ったお酒だからということで、ぜひとも大阪の皆さん方にですね、そうですね、楽しんでいただけたらなと思いますね。地元の米を使った酒造りは今も続いています。戦前まで茨城市で多く作られていた酒米、三島おまち。一般的な稲に比べて背が高く、収穫に手間がかかります。穂が実ってくると、それの高さ、やっぱりちょっとした風とか、もう台風なんか来たらもう必ず焦げてしまうんで。次第に作る人が減り、幻の酒米となっています。しかし酒米としては素晴らしく、深みがありキレのある酒ができるといいます。この酒米を使って酒造りをしているのは中尾酒造のみです。地域の名前から三山と名付けられました。三山町で耐えるっていうことは、三山のお酒も耐えてしまいますんでね、まあ、中尾さんも元気に、僕も元気にやれる間は、まあ、なんとか続けていけたらいいなとは思いますけど、うん、粒が大きくてね、なかなか育てにくいお米なので、農家の方は頑張って、ね、生産者の方頑張って作っていただいております。はい、幻の酒米が今年も中尾さんのもとに届けられ、これから冬にかけてたった一人の酒造りが始まります。お酒の発酵ってね、待ったないんですよ。今見た状態はもう今じゃないので、必ず進んでるので、だから先にこうしとこうということを、この条件に合うように先に手を打っとかないとそこに行かない。そうなってくるともう秒単位です。ちょっと足ポッとつまずいただけでもう、あ、遅れるって、もうそれくらいシビアな。仕込みの作業も全て一人、並々ならぬ体力と集中力が必要な仕込みの工程を SNS にも発信しています。こちらは船絞りと呼ばれる古くから伝わる工程。およそ60時間かけてじっくりと酒を絞ることで、美味しいお酒になるといいます。お酒って味だけじゃなくって、どんな風に、まあ
できてくるのかっていうのを知っていただきたいっていうのがね、こうやって映像で見ていただいて、あ、これはこの工程工程っていうのをね、まあ、少しでも理解をしていっていただくと、また日本酒の文化の継承にもね、一助になれるかなと思って、ね、茨城の日本酒の魅力を伝え伝統を守る中尾さんにはもう一つの顔が。そう、時代劇もこなす舞台俳優です。この俳優業も実は酒造りのため。その自分目線じゃなくお客さん目線でものを見れるっていう感性に持てるっていうのは大事なことだと思いますね。そんなところはやっぱり生きてると思いますね、はい。酒造りのための鍛錬はサーフィンでも。気象条件を感じたりするっていうのは、まあ磨かれた部分はあると思うので、あ、今日は冷え込むだとか、あ、今日はちょっと冷え込む予定やけどそんなに冷え込まへんで、湿気が多いからこうしといた方がいいだろうなとか、まあ、今年はフランスでワールドカップがね、ラグビーのワールドカップが今終わりましたけど、素晴らしい試合でしたね。私もそのラグビー関係者で、関西ラグビーフットボール協会っていう公認レフリーをさせていただいて、面白いですよ。走り持って考えていくわけですから、常に状況は変わるわけですから。あれと一緒ですね。もう一緒です。もう何にしても一緒ですね。もう仕込みと一緒やし、全ては酒のため。そんな中尾さんが作るお酒は口に含むと味わいが一気に広がり、そしてスッと消える相反した魅力を持っています。今地元茨城から広がり始めています。いらっしゃい。大阪茨城のお酒はいかがですか。いらっしゃい。先月関西を中心とした酒造メーカーが集まるイベントが行われました。乾杯。乾杯。いや、ここね、ちゃんと甘ったるくないし、そうなんです、キレがあって香りがあるんですよ。料理合わせやすいよ。すごい分かりやすいです。これいいな。ファンが続々と増えてきました。中には SNS のファンも。あまり普段よそのクラーさんが乗せてはらへんようなものもアップされてるんで面白いなと思って、はい、いらっしゃい。茨城のお酒いかがですか。お酒っていうのはこの和のもんであって、で和というのはいろんなものがこう複合して一つにまとまって、バランスの取られたものが和という調和の和ということになるわけですから、で茨城の和がなくなるということはまあ、忍びがたいというのかね、まあ、後世につなげられる一つの手段ということであるならば、やり続けていくのが大切なことなんだろうなと。たった一人の酒造り、これからも茨城の和を守ります。